はい、速稼塾の久保です。やっぱりね、手持ちのカードの中でこれを隠さずに使った方がいいなっていうのは独自性なんですよね。まあ例えばね、人よりもなんかデブだったとかね、人よりも背が低いとかね、そういった身体的な特徴でもいいんですけども、まあなんかね、ものすごく変な趣味を持っているとかね変な趣味っていうのもちょっとやそっとじゃなくて、例えば釣りの趣味とか野球の趣味っていうと競争になるんですよ、同じような趣味を持ってる人がたくさんいるんで。でも趣味の中でも限られたような趣味ね、例えばこう私のデスクの前にこうやってね、フィギュアがあるんですけども、フィギュアの中でも1分の1フィギュアっていうのがあるんですよね。で、そういったのの趣味を持った方っていうのはあんまりいないと思うんですよ。だからすごく尖るんじゃないかなと思います。でもそういうのってちょっと隠したがるんですよね、人っていうのはね、変わった趣味っていうのは。みんなと同じような趣味だったら話し合えるんだけど、俺一人の世界っていうのはあんまり話したがらないでしょ。でも実はそういうふうな、そんな人もいるんだみたいなのに多くの人は好奇心をそそられるんですよね。で、片っぽでは自分と同じような人に引き寄せられるっていうのもあるんですけども、あ、そういうの、いいな、でもちょっと勇気が出なくて首突っ込めないよねみたいな世界もあるわけなんですよ。まあなんかね、その与沢翼さんがね、似たようなことを最近言ってて、与沢さんって上場企業を目指すような大会社の社長ではもうないわけですよね。本当個人でやってるわけですよ。個人だからこそ変なことができるって言ってましたね。例えば暗号通貨でね、オパンツコインっていうのをねオパンティーコインみたいなの作ってるそうなんですよ。そんなふざけたコインとか、多くの部下や社員がいるような会社の社長ではなかなかできないですよね。だからだんだん似通ってきて競争になっていくんですよ。売上の競争、粗利の競争、サービスの質の向上とかね、そういった株価の競争とかになっていくんで、過当競争に巻き込まれて、で結局息切れして大きいものに吸収されるか打倒されるかして去っていくんですよね。だから今の私たちの打ち出し方っていうのは競争せずに独自性だけでいくってやつじゃないですか。特に情報発信って今で誰でもできるようになってきたんで、情報発信するだけではもう差別化ができないわけですよ。で、差別化はするんだけども競争しないようなルートに入ろうと思ったら、俺しかない世界っていうのをいかに作っていくかでしょうね。それはマーケットがちっちゃくてもいいんですよ。だってちっちゃいマーケットに多くの方が参入できるわけですから。でも逆に大きなマーケットっていうのはいろんなヒントがあって取り組みやすいけども、その代わり差別化ができないんで、競争するナンバーワンになるしかその差別化ができなくって、ナンバーワンイズオンリーワンっていうね、非常に厳しい世界になっちゃうんですよね。でも序列がなくって単なるオンリーワンで特徴が示せるものっていうのはそのまま強みになり、むちゃくちゃ強烈な思いをしなくてもできるんじゃないかなと思うんですよね。そうですね。なんかどんなものが他あるかな。あ、そういえばね、吉田さん、こうイヤホンってあるじゃないですか。イヤホン専門で放送してる YouTuber さんっていらっしゃるんですよ。いろんなイヤホンでもバッテリーでも iPhone でもヒゲ剃りでもいろんなね、身近なガジェットを紹介する人はいっぱいいるんですよ。でもそこでは競争があるんですよね。でもイヤホンしか紹介しないってことだと、そういう人って少ないんで、あ、イヤホンのことだったらこの人に聞けば何でも知ってるよねみたいになるわけですよ。ワイヤレスイヤホンとかなんとかかんとかね、でもね、普通考えてイヤホンばっかりたくさんレビューするために買い漁る人っていないでしょ。イヤホンだらけになっちゃいますからね。で、イヤホンってつけてる限りは他のイヤホン使えないわけですから、で、気に入ったのが1個決まったらそのままそれ使うでしょ。そうなるとイヤホン専門のレビューアーさんってのもいないんだろうなと思いますよね。まあね、年収105億は我々にはいらないと思うんで、なんかね、自分の人生が豊かに自由に暮らせる程度の収入でいいんでしょうね。いってらっしゃい。